はい、ドクターアルスのドラクエ考察、よろしくお願いします。いよいよドラゴンクエスト3HD2D 版が発売が今、ね、直前なの、はい、あえて直前に撮ってます、はい、発売前にあえて撮ってるのは、発売前にあのドラゴンクエスト 3HD2D 版の最強パーティーを考察してみようっていう、そういう趣旨で、はい、スタートダッシュをするため の事前準備として考察をしておこうかなと、はい、でこれをまあ一つ参考にしていただければスムーズに冒険が始められるんじゃないかというのも、もともとファミコン版とかスーパーファミコン版とか、あとはガラケー版とかスマホ版とか、まあ、様々ありましたが、あとは Nintendo DS とか、ないとはスイッチでも遊べますから今、あの昔のやつが、でそれで遊んできた人たちなんかは自分なりのパーティーみたいなのもやっぱあるとは思うんですよね。でそれでやってもいいんですけど、ただ今回 の HD2D 版は特技が使えるようになってるんですよ。ドラゴンクエスト6以降は、はい、特技っていうなんか使えるようになったんですよね、はい、なんか爆裂拳だったりとか、うん、回し蹴りだったりとか、うん、魔人斬りだったりとかね、いろいろありましたけど、でそういうのが使えるようになって、で MP を気にせずに通常攻撃よりも強力な多彩な技が使えるようになって、戦闘が賑やかになったんですよね、うん、ただそれの弊害もやっぱあったんです。で何が起こったかというと、呪文がすっごい弱くなったんです。MP は消費するわ、威力は特技に負けてるわで、使えないものになっちゃったんですよね、うんうん、だから転職するために仕方なく魔法使いに転職するみたいな、うんうん、魔法戦士になりたいから仕方なく魔法使いで熟練度を上げるみたいな、そのね、なんかもう無理やりやらされてる職業みたいになっちゃったんですよ、魔法使いとかが。だからそういうふうな弊害も一応出たんですね。ただそれ以上に多彩な戦闘が楽しめるっていうメリットの方が勝っちゃったんで、ずっとその以降のシリーズも転職っていうのが使えるようになったんですけど、で今回ドラゴンクエスト3の HD2D 版もその特技が一部使えるようになるっていうふうになって、職業の特色っていうのがより出るようになったんですよね。ただこれもメリットデメリットは現時点では見受けられるんですよ。というのもドラゴンクエスト3より最大の売りは転職なんですよね、はい、キャラクターメイキングと転職なんです、うん、で魔法使いずっと育ってきて呪文全部覚えました、で戦士に転職しました、だから呪文攻撃呪文が全部使える戦士の誕生になるわけでしょ、うん、とかそういう風なので、自分でいろんなキャラクターっていうのを作って楽しむことができたんですよね。この転職システムを持ってるシリーズっていうのは、その覚えた特技とか呪文を引き継げるものもあれば、その職業じゃないと使えませんみたいなのがいろいろあって、結局戦闘バランスの問題で全部できるようになっちゃうと、みんな同じ能力になっちゃうっていうのがやっぱありましたから、ドラクエ3の HD2D 版は特技が使えるようになりますというふうになると、その転職のバランスっていうのはどうなるんだみたいなね、まあ、そういうのがあったりするわけですよ。もともと私は魔法使い育ててから、それを武闘家にして戦うっていうのがすごい好きなんですよね。これどういうことかっていうと、いわゆるベギラマとかメラゾーマとかが使える武闘家になるわけじゃないですか。でメラゾーマとかはなんかカメハメハ的な武闘家が武闘家、そういうカメハメハ的なそういう技を出してるみたいとかね。ベギラマとかベギラゴンっていうのはなんか気の力でグレン脚みたいな、そういう必殺技を使ってるみたいなね、なんかそういう風なロールプレイをしてたんですよ。だから特技がなくても特技使ってる風で遊んでたんだよねっていう風なのをするために、僧侶とか魔法使い育ててから戦士武闘家にするみたいな、なんかそういう風な感じだ。賢者4人にすると強いみたいなっていうよりも、うん、そっちの方がなんか必殺技使ってる感じがあってすごい好きなんだよね。私の中で最終的には勇者で、僧侶の呪文が使える戦士で、魔法使いの呪文が使える武闘家で賢者っていう、うん、そういう風な運用が一番なんかしっくりくるっていうか、なんか全部できますみたいな、ね。で硬い敵に対しては呪文というか、そのメラゾーマが波動拳みたいな、気功拳みたいな、カメハメハみたいな打ってる武闘家で戦ってるみたいなね、っていうような、そういう風な遊び方をして、今回はもうもちろんそれをやるつもりはいるんですけど、ただ、特技が入っちゃったことで、特技使った方が強いだろうみたいなね、そういうのに多分なるんじゃねえかなっていうのがあるんですよね。盗賊が強いって言われても、私のそのロールプレイの中でいまいちピンとこなかったっていうのもあるんでね。盗賊がメラゾーマ撃ってもなんかよくわかんない。まあもちろんね、盗賊ですから忍者的な感じで、そういう忍術を使ってるみたいなロールプレイっていうのはまあできるかなとは思うんですけど、
まあ、でそういう風な感じでファミコン、スーパーファミコンではまあ遊んでましたから、だから今回特技っていう風にされちゃうと、なんかその辺のロープレイをこうちょっと自分の中でもう一回ちょっとこうすり合わせしないといけなくなってくるんで、まあそれがそれはそれで楽しいんですけどね。まあそういうのがあったりなんかして、でそういう風なのを踏まえて、あの発売前の時点であえて発売前の情報だけで最強パーティーというか自分の好みのパーティーを組むコツみたいなのを考察しておこうというのが今回の動画の趣旨でございますので、あの私のものすごい独断と偏見が大いに入り混じってますので、それも踏まえた上であの参考にしていただければなと。まあ、まずあのもともと振り返ればですね、あのかつて最強って言われてたのが、その3で言われてたのが、あの武闘家4人だったんですよ。あの呪文を全部覚えて、あの魔法使いの呪文とか僧侶の呪文とか全部覚えた武闘家で、ゾーマを倒した後っていうのは勇者はあのルイダーの酒場で外せますから、でその外して武闘家4人、呪文が全部使える武闘家4人っていうのが最強って言われてたんですよね。でなんで最強かっていうと、あの会心の一撃が出るからなんです。ドラクエ3の中で職業の特性として設定されているのが武闘家と商人と遊び人だけなんです、うん、実は、うん、勇者とか戦士とか賢者だとか魔法使い僧侶っていうのは使える呪文とかそういう風なのが能力の差で、あの職業の特性っていうのがあの差別化されてたんですよね、うん、で武闘家っていうのはあの武器を装備すると逆に弱くなったりとかというふうなのはあるけれども、特性職業の特性として会心の一撃が出やすい、レベルが上がれば上がるほど会心の一撃が出やすいっていう、まあ、特性を持ってたんですよね。で商人は戦闘終了後にちょっぴりゴールドがもらえるっていう、そういう特性があったんです。で遊び人はあのコマンド入力してしたら言うことを聞かないっていう特性を持ってたんですよ。でそういう職業特性ってあったんですけど、でその職業特性でバトルにおいて唯一有用なのは武闘家の会心の一撃なわけです。でこれはレベルを99まで上げると 38. 何パーセントみたいな、だいたいおおよそ 40% くらいの確率で会心の一撃が出るんですよ、はい、あのそういった職業特性を持ってる武闘家が呪文を全部覚えてるっていうのが最強っていう風になったんですよね。でただあのファミコン版の3とかスーパーファミコン版の3っていうのはあのドーピングができるんです、はい、敵が力の種とか命の木の実だとか、はい、そういったのをあの落としてくれるモンスターがいるんですよね。でそれを集めることによってあのステータス全部マックスにできるんですよ、はいはい、戦士と同じ力を持った魔法使いとか武闘家と同じ素早さを持った戦士とかっていうのが作ることが可能なんですよね、はい、でそうなるとあの職業特性か装備できる防具とか武器防具の差が出てくるんですよね。そこで結局最終的にあの強さが決まってくるっていう、だそういう意味ではあの武闘家か戦士になるんですよ。会心の一撃の武闘家を選ぶか、あの武器防具を装備できる戦士を選ぶかみたいな風に最終的にはなるんですよね。だから、そういう装備でっていう基準で考えても、あの女性武闘家が光のドレスを装備してるのが強いみたいなね、なんかそういうのもあったりなんかするんですよね。でそういうふうなあの職業特性とか装備武器防具っていうふうなあのそういうやり込みっていうとこまで行っちゃうとあの一律になってきますけど、あのその、究極のやり込みはとりあえず除外してですね、はい、単純に特技っていうものが導入されて変化したドラゴンクエスト 3HD2D 版におけるあのこう有用な職業っていうふうなところでいくと、まず基本になるベースと言われているのが戦士、勇者、僧侶、魔法使いってまあ言われてますよね。でこれって結局あの将来的に転職を見越してみたいなふうになると、戦士、勇者、僧侶、魔法使いっていうパーティーは実はあのそんなでもないっていうことらしいんですよね。あのすごく無難、無難なんだけど、あのとんがりもしてないっていう、とんがらせられないっていう、そういう風なデメリットがあるんですよね。あのどんな場面でも対応できるっていうパーティーであるのは間違いないんだけれども、あの結構それでクリアする分には無難にクリアできそうっていう風にはなるんですけど、ただずっと地味になるんですよ。でそのあのでそれでそこで突き詰めると、勇者、武闘家僧侶とか、あの最終的な転職っていうのを見越して育てていくっていう、であとは勇者、武闘家、盗賊、僧侶みたいな、で盗賊っていうのはあのスーパーファミコンで新しく追加された職業ですけど、あの範囲攻撃が使える武器が装備できるんですね、無知っていう、なんであの無知とかブーメランとかあの
素早い動きで割と強い力で、うん、MP を使わずに複数の敵をいっぺんに攻撃できるんで、だから魔法使いいらなくなっちゃうんですよ。だからファミコン版はともかく、スーパーファミコン版は魔法使いっていうのはぶっちゃけ外すとしたら魔法使いみたいな風な扱いにだんだんなってきてるみたいな、はい、でどうしても呪文が必要だったら、まあ、勇者が使えばいいじゃんってなっちゃうんですよね。だからそういう風なのがあったんですけど、今回の HD2D 版はその特技つい、使える特技だとか、あとはモンスター同士を戦わせるみたいな、そういう風な追加の要素があったりとかしますから、まず間違いなく魔物使いが優遇されてるんですよ。でしかもこの魔物使い、今現状こう発表されてる情報を見ると、いわゆる特技として範囲攻撃がやっぱ使えるんですよ。武器とかじゃなくて特技として使えるんですよね。だから多分火炎の息とかなんかそういうのが使えたりするんですよ。特技が使えるってことは MB も増えますから、で将来的な転職とか、あとは魔法使い僧侶を育ててから魔物使いにするとかっていう風な感じでやるっていうのが、まあおそらく有用だろうというふうになってくるんですよね。そうなるとやっぱり相対的にどんどんやっぱり今回も魔法使いが多分不遇になるんですよ。魔法使いが強力になるっていう風な一つポイントとして注目して、個人的に注目してたのは攻撃魔力っていうステータスがあるかどうかっていうのがあったんですよね。でこれは何から導入されたステータスなんですけど、攻撃魔力は要するに呪文版の力ですね。だから攻撃魔力が伸びれば伸びるほど呪文の威力が強くなるんですよ。でそれまでのシリーズっていうのはメラだと10前後、メラミだと80前後、メラゾーマだったら180前後みたいな風な固定ダメージだったんですよね。誰が唱えても一緒、同じだったんですよね。で攻撃魔力は高い魔法使いが唱えたメラと、攻撃魔力が低いキャラクターが唱えたメラと威力が変わる。これねどうやらねドラゴンクエスト大の大冒険の影響らしいんですよ。大の大冒険のラスボス大魔王バーンっているんですけど、大魔王バーンがメラを使うとメラゾーマ並みの威力になるんですよ。すごい魔力が高いからみたいな、はい、なんかでその魔力がものすごい高い大魔王バーンが使うメラゾーマはカイザーフェニックスっていうすごい必殺技になってるわけですよ。だからまあそういう風な影響があってか、攻撃魔力が高いとただのメラでもすごく強いみたいな、まあそういうのもあってドラクエ9、10、11もそうかな、こういうで呪文の威力っていうのは攻撃魔力で変わって、この呪文といえばこのダメージみたいな風な図式が崩れたんですよね。でドラクエ3もそういう風になるんであれば、ある意味魔法使い攻撃魔力が高いっていう風になって、どんどん呪文の威力が伸ばせるっていう風になるんであれば、特技に負けないその存在感っていうのを発揮できるかなと思ったんですけど、今回のドラクエ3の HD2D 版 の, そのキャラクターステータスに攻撃魔力がなかったんですよ。ってことはやっぱり呪文の威力が、ね、頭打ちになるんですよ。もともと魔法使いとかが言ってるのはファミコン版、スーパーファミコン版で魔法使い弱かったのは呪文の威力が頭打ちになるからなんです、どんなにレベルが上がったところでメラゾーマさ、180のメラゾーマ以上のダメージが出せなかったんで、魔法使いっていうのは、でその代わり戦士とか武闘家なんかは力が伸びてレベルが上がればどん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 ダメージが伸びていくわけですから、っていうので相対だどんどん置いてかれる、ドラゴンボールでいうところチャオズ状態になるんですよ。これ以上戦いにあいつはついてこれないみたいな、魔法使いはついてこれないみたいになってくるんですよね。ただ今回その特技が導入されたことによって魔法使いの逆転が見込めるようになったんです。魔力覚醒っていう特技がドラクエ10から導入されるようになったんですよね。要するに呪文版のバイキルトです、魔力覚醒っていうのは。でそれがおそらく今回特技がドラクエ 3HD2D で導入されるってことは、魔力覚醒も魔法使いが使えるようになりますから、使えなかったらどうしよう、使えなかったらまたやっぱチャオズになりますよ、魔法使い、多分使えるようになるんで、魔法使いも活躍の場はおそらく出るだろうなとは思うんですけどね。で、それで魔法使い の呪文が強くなるっていう風なのが見込まれたとしても、新職業である魔物使いとでスーパーハミコン版で大活躍した盗賊っていう風なのは武器がもう強いですから、魔法使いみたいに MP を消費しないで範囲攻撃が使えたりっていう風なのが見込めますから、やっぱ、強いはずなんですよ。ってことでいくと、冒険を始めるときは勇者、魔物使い、盗賊、僧侶がおそらくベターになるだろうと。でいずれも MP が伸びますから、転職っていうので強化していくっていうふうにできるのかなと。でやっぱ武闘家は、好きで使う分には全然いいとは思うんですけど、私は個人的に多分武闘家使うとは思いますけど、レベルが上がらないとその恩恵はやっぱ受けられませんから。
でおまけに武闘家もちゃんと特技使えるようになっちゃうんで、あの攻撃による会心の一撃っていう風なのが必須じゃなくなってくるんですよね、うん、あの会心が出なくても強いっていう武闘家になっちゃうんですから。っていうことでいけば、あの武闘家の特技が好きっていう以上の魅力がなくなってくるっていう可能性はありますよね。で戦士はあの無難に強いんですけど、で性格によっては1ポイントの伸びとかがもうアホみたいに伸びますから、あの何やっても死なないみたいなのに多分なるんですけど、でもやっぱり装備にお金がかかりますし、でドラクエ3の場合はあのそれ以降のシリーズに比べるといわゆる耐性装備、炎の威力を下げる盾とか、あのそういったものが種類がすごく少ないんですよね。本当にあの硬い防具をつけてれば強いっていう、そういう風なもうすごいシンプルなゲームになってるので、だからそういう意味では硬い以上の魅力がないんですよ戦士って、逆に言っちゃえば。で武闘家みたいにあの回収時期が出るわけでもないんで、必ずバイキルトをかけて、あので素早さが遅いっていうことがメリットになるんですよね。みんなにあの敵にルカニをかけてもらって、でバイキルトかけてもらってとどめを刺すみたいな風な使い方ができるっていう、そのやりやすいステータスになってるんで戦士っていうのは、だからそういう使い方でやる分にはまあ使えるけど、その戦士も特技がまあ使えますよっていう風になっても、あの勇者と装備がやっぱ被っちゃうんで、あの戦士が装備できるまあ大体勇者も装備できるもんですから、だからあの冒険の序盤で戦士にも武器防具を買い与えて、勇者にも武器防具を買い与えてってなると金欠にやっぱなっちゃうと、うん、っていうところで、だからあのやり込んだ人ほどあのゲームスタートするときは戦士を省いて、あの武闘家を入れるみたいな風なのは、まあ、まかり取ってたんですけど、だからで今回もそういうところでいけば戦士と、ま、あの勇者っていうのは装備でやっぱ被っちゃいますから、うん、そういう意味ではあの転職した後に戦士を育てていく、お金に余裕が出てきてから戦士を強化していくっていう風な遊び方で、それを見越して魔物使いとかあの盗賊でレベルを上げていくみたいな、だから、今回の HD2D 版の、 あの、スタートダッシュにふさわしいのは、勇者とで優遇されているであろう魔物使いで、範囲攻撃が MP 使わずに使える盗賊、そしてあのパーティーの守りの要である僧侶が、これがおそらくスタートダッシュしては何になるんじゃなかろうかと。あくまでもそれは、でもこれはまああくまでもまあ参考意見ですので、あのドラクエ3の魅力っていうのはやっぱりどこまで行っても自分の好きなキャラクターを自分の好きなように作れると、で自分の好きなパーティーで冒険を進めていくっていうのがやっぱ何より楽しいわけですから、やっぱ HD2D 版で一番いいところはそのキャラクターのグラフィックも様々選べるっていうところですね。いわゆる今までいう男性キャラクターも4種類くらいあるんですよね。もうね、鳥山明先生が起こしたキャラクターデザインをベースにしたものが1個あって、そこからちょっとアレンジしたやつで、おっさんキャラとおじいちゃんキャラっていう、であの女性キャラクターもその元々の鳥山先生のものかと、もう一パターンとちょっとセクシー系とかミステリアス系みたいな、なんかそういう風な感じで割とあの種類があるんですよね。でしかも髪の色とかも変えれるはずですから、っていうところであのより自分の好みのキャラクター、あの自分のあの思い描くパーティーで冒険ができる、だからまあそういう意味では職業に縛られずにやっぱ好きなように遊ぶっていう風に、まあ、やるのが一番楽しかろうとは思うんですけど、あのどうしてもねこうおっさんで社会人になって、まあ、そういう世代がもう遊ぶことになりますから、効率よく進めたいみたいな風になる場合は、あのそういう、 こう開発側の忖度が見え隠れするであろう魔物使いを軸に組み立てていくのが、まあ、効率は良かろうという話ですねっていう風な、まあ、感じでドラゴンクエスト3 HD2D 版を堪能したいと思います。ということで以上です。ありがとうございました。